で、次はまたちょっと思考を変えまして、先ほどご披露した家族という作品とか父と娘という作品は、まあ、絵コンテを作って、何日も稽古をして、そして皆さんの前でご披露しているわけです。しかし次の、試みはです、即興のサンドアートパフォーマンスと即興のピアノ演奏のコラボレーション、そういう絵コンテも何もない、今思いついた絵をパッとこれ描くということですね。で、リレー形式で僕と横田さんが交互にバトンタッチして絵を紡いでいって、約15分間で一つの物語を即興作る大変難しい試みで、世界でも他にやっている例を私は知りません。ですから知ればこれを結構ね、よく単独ライブなどで試みてきております。それを今日は橋本英樹さんの即興のピアノとどうこれが混ざり合っていくのかというところをお楽しみいただけたらなと思います。で、最初の絵だけをちょっと即興って言いながらもちょっと相談しちゃって、香川県なので香川県 の美しい情景はやっぱり描いてあげたいよね、皆様見せたいよねって話をしてきましたので、最初の絵だけそれ描きますね。はい、それではお待ちください。
Thank you.